始まりました寺子屋チャンネル。今回はボッチャ教室のボッチャベース東京にやってきました。早速授業を覗いていきましょう。今回は三鷹市を中心に活動するボッチャ教室に潜入。障害の有無にかかわらず子どもから高齢者まで一緒にボッチャを楽しみ、地域の活性化やコミュニティづくりを行っている教室です。はい、今日も楽しく1時間半あっという間だと思うんですけども、楽しくボッチャできればと思いますのでよろしくお願いします。はい、お願いします。リッキー。はい、船橋力さん。リッキー。もう10分ぐらいちょっとフリーで。挨拶が終わったら各自ボールを投げて練習をします。セットしたんですね。ボッチャはジャックボールと呼ばれる白いボールに赤、青、それぞれ6球ずつのボールをいかに近づけるかを競うスポーツです。基準となるジャックボールや相手の球を弾いたりして自分が優位に立てるよう位置取りをしていきます。まあでも基本もみんなやっぱりもうこのモンキースロー、このこう持って持ち方もだから結構みんないろいろ硬いボールだと僕こう持っちゃうんですけど、吉羽とかはこう持って投げる人もいれば、そうですね、その持ち方も本当にいろいろ自分でやって、僕はこの真ん中に中心に投げちゃうんですけど、こうだとやっぱどうしてもこういう動きになっちゃうんで定まんないから、大体もうこれで重心も落としても振り子っぽくやってますね。基本カーブとかないんで、もうとにかくまっすぐ転がせる、自分が投げやすい形を、本当いろんな投げ方して自分に合った形がいいと思います。とにかく立ち方もなんか右足出す人もいれば、僕左足でこうもう押しちゃう、重心乗せて両足の人もいる。あとはもうボールの軌道もこういうふわーんとしたボールか転がすかでも違うんで、この白いボールつけるにしてもふわーんとするんじゃなくて、転がしてでもこう転がしての球の方が良かったりもする。ほら、これができたら、これが試合でできたら勝てたかもしれない、優勝してたかもしれないな。これ1球目すごい大事だから。 OK ヒットリキ OK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  ナイスヒット。はい、勝ったかどっち、赤青どっち、赤、じゃあはい赤こっちで。肩慣らしが終わったらチームを組んで試合をしていきます。先攻のチームが的となる白いジャックボールを投げ続けて1投目の投球を行います。お、いいとこ、ナイスショット、アプローチ、ナイスショット、うまい、狙い通りか。はい、青が近いので赤です。よいしょ。お、これまた赤が近いので青です。遠い方が投げます。遠い方のチームが投げます。赤の方が近いので青です。2-0青。じゃあ2エンド目いきましょう。いく？面白い。ああでもそうだよね。もう一球ある。さあ技が出るか、プッシュ出た。おお、プッシュ。戦略とそれを実行するための技術力、集中力が重要なボッチャ。投げる前にチームで話し合ってから狙いを決めます。ツーボックスやってる。うまい、素晴らしい、3点、逆転、素晴らしい。今2球でね、でも通るのが1球あってもう1球だもんね。いやいやいや、すごいすごい、大逆転。じゃあまたこっち、なるほど、ここをこの子を狙えばいいよね。いい。あー、惜しい。で、今6球投げたんで赤です。はい、ゴールフィニッシュで、2-0 で赤の勝ちです。じゃあ、お疲れ様です。はい、お疲れ様でした。それでは生徒の方にインタビューしていきます。よろしくお願いします。よろしくお願いします。まずボッチャを知ったきっかけを教えてください。東京2020パラリンピックでちょうどテレビをつけたらボッチャをやってて、障害者なのにこんなにうまいプレーができてすごいなって思ったのがきっかけです。感動したんだね。実際に自分でやってみた時はどうだった？重いからちょっとやりづらかったのはありました。なるほど。でも今すごく上手に投げてたもんね。実際にボッチャをやってみてどう？今は自分がやりたいって思ったことが完璧にできた時が一番嬉しいです。実際に今この教室に通い始めてどれくらい経つの？今6年生で1年ぐらいです。じゃあ今後続けていく上で目標があったら教えてください。目標は NEC ボッチャ部という日本代表に7-1という大差で勝利した実質世界1位のクラブチームに勝つことです。じゃあこれからも練習頑張ってね。今日はありがとうございました。はい、ありがとうございました。よろしくお願いします。よろしくお願いします。ボッチャやってみてどんなところが楽しかったですか？ボールを投げて白いボールに当てた時になんかやったーってできたってのが好き。白いボールにじゃあポンって当たる時が嬉しいんだ。じゃあ逆に難しいなって思うところってありますか？白いボールに相手のボールがくっついてる時に自分のボールを当てて弾かないといけない時が難しいです。確かに実際にやってみたけど難しかったもんね。今後ボッチャをやっていく上で目標があったら教えてください。今度お父さんと一緒に大会に出るから1位目指してやりたいです。その大会までじゃあ頑張ってね。今日はお話を聞かせてくれてありがとうございました。皆さん、ボッチャベース東京はいかがでしたでしょうか？この動画がいいなと思った方はチャンネル登録、高評価ぜひよろしくお願いします。ボッチャやることによって障害者の方と一緒にやったりだとか、高齢者だったり本当に多世代の交流があったりするので、自信をすごく持っててるなって思いますね。子どもと大人と全く同じ競技をやれることってなかなかないと思っていて。